どうすることもできんな。わかった。またな。はい。いいぜ。はい、皆さんこんにちは。ピカです。エルデンリングやっていくよ。はい、そしたらオートローデイル。まあ、こっち側ね、降りていきましょうか。アイテムを探しつつ、こっちに昇降機ある。昇降機だけはね、アイテムはないか。あそこに何かね、中ボスらしきものがいるらしい。まあね、名前的にあのピカ戦ったことないけど、風浪にね、地方にある風浪にいるやつと同じ敵っぽいよ。だから初見だから何回か死ぬと思う。なんで、ちょっと待って、これ風浪にいる敵なのかな、これ。うっ、違うか、ただの騎士か。攻撃力がすっげえ。うわ、そう来るの。うわ、やばい。ちょっと手の内見せて。そう来るんだ。そう来るんだね。はい、はい、はい、そうです。はい、裏取らせてくれっつーの。お前ちょっと、ちょっと裏を、お前裏あるのか。裏あるあるか、お前。うーん、裏、裏返る。嘘、お前どこ裏なの。お前の裏を、なんだと。あ、何、うりょ、それ何、うわっ。あいつ裏あるのかな。おいさ、あのバクスタ取るつもりで行ったんだけど、バクスタならなかったもん。ちゃんと R1 長押ししたけど、ほらね、バクスタなら裏ねえのかこいつ。まあわけわからんけど、パリやってみるよ。全然タイミングはわからんね。まあいつかまぐれで当たるでしょ。ひって
く。なるほど、それだよな、それちょっと狙いやすいんだよな。タイミングわからんぞ。ちょっとタイミングわからん。か、何回か行くなこれ。パリ狙ってたらなおさら。そ、何よ。そ、な、何？立てじゃ無理なの？了解。何してんの？血の斬撃とパリー間違ってんの？アホかお前。強えな、しかしよ、なんで？勘弁願いたい。あれは連打した方がいい。オッケー。ああ痛え。何それ、もう嫌だこいつ。こっち来んやろ。オッケー、ポイント外すな。めっちゃ強かったな。あれなんだ、風呂にいるのかな、やっぱりね。ボスゲージみたいの出てなかったけど、あれはきついな。風呂にいたの、食いすぎ見たやつと、猟犬のね、
騎士見たやつと。お、これ、これ何のためのレバーなの？とりあえず登ってみよう。おっと、こちらからは開かないやつか。オッケー、これあれじゃない、最初のとこやんか。オッケー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 、よっしゃ。あいつもう出てこないよね、おそらくね。勝手に決めつけてっけど、今度はね、そしたら逆の、あいつがいたとこの逆の昇降機行ってみよう。うん、まあ屋根とかもね行きたいんだけど、結構ねアイテムあるらしいよ、探石とかね。うん、まあでもちょっとね迷ってグダグダになりそうだから、ちょっとあれは個人的に行こうかなと思っている。19000溜まってんのか。これはちょっとな、惜しいな。いないよね。いたら本当にもうダメだよ。うん、であっち側ね、あっち側の昇降機行ってみようね。800円。まあこの昇降機もだけど、あの大通りのね、俺一番来た時一番最初に開けた、逃げようと思って開けたんじゃないよね、みんなね、エリアを広くしようと思って私は開けたんですよね。決して逃げ出そうとしたわけじゃありません、皆さん。そこら辺を重々承知していただきたい。開く？開いた！開いてる。あー、なんかさっきまんま、もうさっきまんま。ふう、これなんだここ。ここ登って、登れんの、また登れそうやな。でなんか屋根伝いにどっちからか行くって言ってたな。あ、ここにも、あ、これ墓場の方かな。わ、いっぱいあるな、なんかね。ではね、あっち、そしたらなんか屋根伝いに行けそうやね。よいしょ、あっち行くのかな。あっちにもなんかありそうやな。まずこっちから。何もないか。これ俺前回来たところかな、井戸あるところか。とりあえずあっち側は来てないよね、うん、こっち行ける。開いた。ほんとね、このジャンプ系と俺大、ちょっと大の苦手なんですよね。あ、あるぞ、黒弓。あー、そしたらあっち側にもなんかあるって言ってたな。おお、あそこ行ったらね、なんかまたボスみたいなのがいて、でなんかね、そいつ倒したら黄金の種子もらえる らしい。うん、そしたらどっかこの近くの祝福ってあんのかな。なんかね、あ、こなんかいけるな。解放しときたい感じやね、ボスやからね。
うん、雑魚敵は特にいないね。いるいるな、やめてくれ。まあそう、この動画アイテム拾う動画見たんだけど、敵倒した状態でやってられたんで、どこにどんな敵出るか、まあまあ大きい敵は言われていましたけど、ここにあのなんとかボスがいるとかね、うん、なんかこんな風に見んのか、うん、あ、これはあの屋根か、わかった。はあ、でこう証拠機ね、うん、そしたらあっち側行けるのと、こっち階段あって行けるのと、どっちだっけ、あれこっちもなんか行けるっぽかったような気がするが、あっちか、あっちだけか、わかった。そしたらアイテム取っていこうぜ。なんかいるか？いるぞ。何あれ？ちょっと待ってね。このね、ボウガンもね、ピカ、魔術師じゃないからまだね、このボウガンもめっちゃあげたい。ズバンと一発でね、もうめっちゃあげときたい。いて、お、炭石レベル4。あ、こいつやらんといかん。やったか、よし。あ、ここにいっぱいいるやんかよ。これはね、下積みパラダイス活躍してもらう方がいいわ。ボウガンはいいわ。下踏みね、うん。あ、こいつらだけだよな。一つバックスタ取って、どれが強いんでしょうね。あ、なんだ、まとめてこないな。ちょっと待って、そしたら普通に倒す。まあまあ、霜を、うわっ、忘れてる、霜を踏むまでにもあるまいて。クリアー、バエルー、うらー、グリリリ、ガリリリリ、あ、これやれ、やっとけ。こいつら起きてこないね。よし、で、これは、あー、石鹸の鍵、オッケー。よっしゃ。ふぅ。ほんと、ちょっと、ほんと、ため息というか、ため息じゃなく、気が抜けるというか、真剣だから。ここの下にあれあってほしい、本当に。どこだこれ、
え、橋があるぞ。出まちょいの。痛いね。もう一気にボコられるタイプですね。あいつらどうすりゃいいのあれ。あ、来るか。来て。もういっぱいいるわ。霜降りパラダイスの時期が来るようじゃ。いや、貴様ら。やばい。あいつらなんだよ。なんちゅう卑怯なやつらなんだよ。あんなもん言ったらもう勝率ゼロじゃないかね。勝率ゼロだよ。23,562円パーですよ。来いよお前、来いよ。分かった、霜降り嫌なんだな。分かったよ。じゃあこれは排除して、あくまでそれでやりたいっちゅうことが。で、逃げると。なんだよ、お前らよ。ふぅーと。黒弓。射程距離50。滑車の弓。なんかいまいちかっこいいけど強さがわかんねえ。普通のロングボのよっぽど強いよね。属性があるわけでもなく。どうやればいいの？どう戦えばいいのこれ？どう戦えばいいのあれ？お。ここだ、みんな、ここでほら、俺前回の冒頭で、ね、飽きませんって言ってたやつ。あ、この上に祝福ね。え？うん、この上に祝福。そしたら、ここで、一度休んで、まあ、ダメ元で、ていうか、猟犬ステップ行くか。猟犬のステップ。あっちにも扉あるな。この真正面ね。よし、見たか俺の一回も使わなかった猟犬ステップ。よし、ここも OK と。
そしたらここ扉かな。扉っぽいよね。開くわ。宝箱がある。おお、石剣の鍵だよ。石剣の鍵だよ。これは嬉しい。であっち行ったから2万6000あるんだよね。これはね、ちょっともう一回レベル上げたい。レベル上げるというか、円卓であのクロスボウガンをね、ちょっと上げたいんだが、クロスボウガンよりもできればね、この太刀をね、限界まで上げたいんだよね。うん。イベントリーでこれなんだが、4はいいんだよな。5 6 6 7、お、太刀上げれそうやな。黄金の種子2か。でも今ね5ないとね上げれないから。まあ、とりあえずちょっと円卓行ってくるね。いけるぞ。これは6が足りねえか。分かったよ。そしたらこれ、あ、これはあの模色か。曲げれるとこまで攻撃力めちゃくちゃにしてやる。めっちゃくちゃにするから7。2万ね。まあそしたら模色の7が足りなかったのか。うわ、2までしか売ってくれないんだ。じゃああのジニーさんは、ジニーさんまだいるかな。ね、イジーさんですね。すいませんね、ジーと伸ばす帽子買って、あらら、敵じゃないよな。あ、お前どうしたの、行くの、今行くの、最後の言葉ありがとう、敵じゃないよね、どうしたの、喋れないけどこれ取れっていうことかな。イジーの鈴玉、はい、兜、鏡兜か強兜か、これは何もないの。あ、行くのか。これ誰、最後やったの、最後 やっちゃったの。これ何してやればいいの。ちょっとね、これ攻略見る、すぐなんかしてやればなんかするのかな。まあイジーが旅立っていますしかね、あの書いてないから、まあどうすることもできんな。あった、またな、はい、イジー、よし。そしたら、装備ね。これか。おほほ、イージー。おっと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 。たまにはそしたらこれで行こうか。イージーと共に、参る。よし。で、レベル上げたい。レベル1個上げたい。うわー、上がりすぎてる。イージー、イージー。
よっしゃ。この下もなんか行けそうやね。この下もなんか行けそうやな。この橋の下になんかありそうな感じ。え？あっちになんかある。どこだこれ。まあ、さすれば来たね。あ、こいつかよ。こいつちょっと無理やろ。こいつちょっと無理なんじゃねえかな。強えな。あのこの日もう偶然でいいからもう倒して。何それ、爆発か。うっそー、わかんないわかんない、こいつ動きわかんないもん。血の斬撃でなんとかいけそうだが、
よし、いけたぞ。黄金庫、よし。282円、オッケー。ここにあのいろいろなんかアイテム落ちてるぞ。みんな黄金の矢で、これと探石レベル6で、これだけぐらいかなと。はい、そしたらね、次回はね、あそこの城の中入っていくのと、あっち側のね、門の向こう側をちょっとね、調べてみたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。はい。